この動画をご覧の皆さん、こんにちは、もしくはこんばんは。チャンネル風来坊の間でございます。特撮ヒーロー好きな僕なんですがですね、中古でですね、これを購入しましたので、レビューしたいと思います。これですね、2017年7月から12月まで放送されたウルトラマンジードっていう番組で、当時たウルトラマンゼロの変身アイテムの、これ、ウルトラゼロアイネオなんですよね。で、まず開封したいと思います。ウルトラマンジードって僕ですね、見てましてね、結構好きな特撮ヒーローの作品なんですよね。そして、これゼロ、この変身アイテムとしてですね、まずウルトラマンゼロっていうのは、もともと映画とかですね、別の作品に出て、登場してまして、ウルトラシリーズの。で、この作品で初めてテレビシリーズのレギュラーとして登場してました。で、これ、イガクリ・レイトっていう青年がですね、ウルトラマンゼロから、変身する力をお借りしました。お借りっていうか、人間の姿として、入ったっていうんですかね。それで変身できるようになったんですよね。で、これ、開封開けました。こちら、ウルトラゼロアイ本体。これ、顔にあって変身するんですよね。で、あと、これ、これが、ニュージェネレーションカプセルの、これが、これ、アルファかな？アルファですね。これがアルファになります。うわ、これすげえ、ほぼ CP に近いな。で、これはベータでいいのかな。では、改めて、これがニュージェネレーションカプセル、カプセルアルファ。で、ニュージェネレーションカプセルのベータになります。これですね。で、ここを入れると、本編では平山信之さんの声で、ニュージェネーションカプセルアルファ。で、これやると、これスイッチ入れると、これまた檜山信之さんのナレーションで、ニュージェネーションカプセルベータってなったりするんですよね。でも、これ、こうやってもね、何もないんで、これは多分別売りの、G ドライザーっていうので、使うことになりますね。購入する予定はあるかどうか わかりませんが。そして、本体がこちらになります。で、これスイッチ入れてみましょうかね。入ってるな、入ってる。で、これスイッチ起動。で、これで変身で、効果音と、これいいっすね。宮野真守さんの声でのね、ウルトラマンゼロの声が出てます。これはかっけえわ。これはいいよ。これほんといいっすね。で、これで、ってやるわけっすよ。こりゃいいわ。なんかね、これガス抜きとかでね、真似事とかしちゃいたいと思います。本編の医学でレートの真似を ですね、したいと思います。それは動画に載せることはないだろうと思うんですがね。そこはご想像ということでお任せくださいということになりますね。ほんとこれ、しかも中古で1600円だったんですよ。なかなかね、お手頃価格でね、いいもん手に入ったなと思います。そして、この動画をご覧いただきありがとうございました。今後もですね、こういう特撮に関することもアップしていきたいと思いますので、ご覧いただけると幸いです。では、それでは。